はい、どうも皆さんこんにちは。ふしおと申します。武器集めパート3続きやっていきたいと思います。はい、前回ね、まあ家を壊して終わっちゃったんですけど、まあ、今回もね、探索しながらこの村をね、もうちょい見ながらね、さすがにもうちょっとしたら冒険にも行きたいんで、まあそこを目指してやっていきたいと思います。はい、というわけでこいつら井戸端のおばさん、吹屋。あらやだ、早く最強の勇者様が魔王をやっつけてくれないかしら。はあ、はあ、魔王がいる世界か。本格的に RPG っぽいな。で、結構パソコン、パソコンのあの、このカクカクの問題なんですけど、どうにもならない。結構、なんかこの、録画アプリを起動したら、した途端に重くなっちゃうんで、なんか多分どうにもならないからな。一応パソコンの容量は減らして頑張ってみたんですけど。うん、まあ頑張ろう。村の外はモンスターがたくさんで危ないわよね。なんでも魔王の仕業らしいよ。魔王ね。お、猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、動け動けもうなー、やりにくいなー。もうこれ困った、本当に。猫ちゃん、こんにちは。ガランガラン。ここの家は、そういえば食堂とあと武器屋もあるんだよね、この町。まあぼちぼちそっちも行ってみたいな。一般人、こんにちは。北東馬さん、あら、おべこちゃん、いらっしゃい。今は夫と息子たちが外で遊んでいるのよ。あ、久保田とあの兄弟か。はいはい。ここは何もなさそうかな。さあさあ、あれ出れない。 OK、 相変わらず窓浮いてるなぁ。もうここはかわいそうに、もう雨降ってきたらもう一撃でピアノがダメになっちゃうけど。はい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 。じゃあ右の方だっけ、食堂行ってみようかな。体力とか回復できたりするんだろうか。ここ食堂かな。うん、多分そう。あ、美味しそうだな。魚でかい。こんにちは。グルメツ、カツバルガ。カツバルガ。うん。うむ、隠し味が効いていて美味しいね。結構評判いいのかな。トンファ。ここの飯は中毒性があってうまいんだ。毎日通いたくなってしまうよ。へぇ。大将、固め、濃いめトッピング、野菜マシマシ、油マシマシ。ああ、ジローか。こういうジロー系の料理も出せるのか。すごいな。フランベル、いらっしゃい。うちの料理は絶品だよ。ああ、で、料理頼める？頼めたりはしないの？生姜焼き定食。わあ、美味しそう。松岡修造が多分喜んで飛んでくる。ああ、食べられないんだね。こっちのなんかあの、これブラックホールみたいなやつは何？これ。料理の何かが置いてある。ウェイクが震えている。ああ、もう失敗作だ。お、こっちにはワインがある。しかしウェイクは未成年だった。残念。宝箱取りたいけどね。あれも取れるのか、いつか。はいはい。じゃあ今度武器屋。武器屋は、武器屋って自分たちの店のこと？だったらもう行く必要はないんだけど。じゃあもう外行きますか。意外と早く外に行けたな。村がそこまで広くなかった。こっち適当に出てみるか。村から旅立とうとしたその時、ウェイコはふと父のことを思い出した。こいついつも父親のことを思い出してんな。ろくでもねえ親父。お！親父かっこいいじゃん。なんか俺パート1かなんかで、ね、すごいあの、フリー素材の写真使っちゃったんだけど。めちゃめちゃかっこいいじゃん、これ。ウェイコとコンビの父。ウェポ父。顔はかっこいいのに、名前がクソダサいっていう。ギャップがまたいいんかな。彼は一流の武器商人であった。ウェポ父は、商売の、上手さもさることながら、うまさもか、すいません。商売のうまさもさることながら、武器の腕も一流であった。へえ、すげえじゃん。
俺はこの世のすべての武器を手に入れる海賊王かお前。それがメポチチョの口癖だった。結構なんかすごい目標があったんだね。ウェイコは父の姿を真似てそこら辺の草を武器に見立てて遊んでたりしていた。はぁ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 、もうお父さんみたいになりたかったんだね。このレベルは全然違うけど草で遊んでるだけだけど。メポチチはウェイコの憧れの父だった。はい、でも死んじゃったんだもんね。しかしある日メポチチは急に姿を消した。そして数日後、急になんだ。急に亡くなったのか。ボロボロの姿で彼は帰ってきたのであった。急いで手当てをしたが全身に受けた傷は深く、すでに手遅れであった。ウェイコとポンミが見守る中、メポチチは言った。今度は何を言うんだろう。いいかよく聞け。どんなものでも武器にして戦う、それが真の武器商人だ。ガク。パート1で見たわ。知ってますよ。ウェイコは思った。名言っぽいけど全く意味わかんねえ。そうだよね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 。パート1の時も俺はずっとそう思ってるかと思って見てたんだけど、お前感動してなかったっけ。ありがとうって言ってなかったっけ。そしてウェポチチは息を引き取った。何なんだこのゲームマジで。ウェイコはその後、自然と武器商人を目指していた。意味わかんねえまま武器商人を目指しちゃったんだね。心のどこかで父の背中を追いたかったのかもしれない。うん、まあその気持ちはわかるわ。あ、ああ、結局今のお話何だったの。知ってる情報をなんかもう一回やられた感じがするんだけど、まああれか、気引き締めろってことがね、冒険に出るから。ウェイコは空を見上げ父の武器を振る姿を思い出していた。さあお父さんみたいな武器商人になるために、絶対に強すぎて草生えるぞと手に入れるぞ。ウェイコは改めてそう思ったのであった。世界を回って伝説の武器を手に入れよう。はーい、ちょっとよくわかんないんですけど。俺置いていかれてるんだけど。とりあえずやっていきますかね。これ拾えたりする、この花みたいな草みたいな。これ新しいんじゃない？白い花。はいはい。装備してみますか。うん。こういう感じなら全然いいんだけどね。たまに本当に、わけわかんない拾い方するから。なんか。なんだこの看板は。あ、あ、ちょっと待って待って待って。動きすぎちゃうんだよな。ちょっとマウス使うね。はい。平和村の外。そんなのわかるわ。外に出てきたんだからそれは外だろうよ。じゃあちょっとこのスライム倒していくか。左にちょっとハゲがいって気になるんだけど。こいつでちょっと攻撃してみよう。意外と強いっていう、なんか小指を切ってしまったみたいに出てたけどね。はいはい。あ、倒しきれてないな。武器チェンジ。とりあえず一回使って武器の性能が分かればそれでいいんで。前回手に入れた草を使っていこうか。これも、後々使いたいけど多分強いからね、これは。また後で。草へ装備して、攻撃！いけ！人差し指を切ってしまったよ。耐久2か。意外と持つんだな。一回で壊れるかと思ったけど。はいはい。あと91か。体力もなぁ、ちょっと、あんまり無理しないでいきたいんだけど、薬草が、まさか金が高くなるとは思わなかったね。買うたびに。したら草、C かな、今度。やっていくか。多分これで倒せるでしょ。いけ !4! OK、いいね。8ぐらい食らったよ。はいはいはい。草の中では超難的存在。団子3兄弟みたいな。はい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 。
3回攻撃なんだ。はい。じゃあ、草 B は2回攻撃なんだ。OK。そしたら、ちょっと武器変えよう。次は、やっぱり草むらだね。これはもう、草の中の長老みたいな感じでしょ、きっと。はい、装備しよう。じゃあね、ウェイコが見えなくなっちゃうんだけど。違う、ウェイコだけじゃなくて、その他諸々も見えなくなっちゃう。まあ、いいか。黒じじい、鉄拳。わはは、池の水は気持ちいいわい。お嬢ちゃんも浴びていかないかい？気持ちいいぞい。うひょ。なんだこの変態は。怖いわ、ガチムチおっさん。なんか浴びてったりするの、水。何もできないな。あー、振っちゃった、振っちゃった。じじい、じじい、ごめん。え？普通にこれ一般人に攻撃当たるの？ちょっと待って。マジか。草むらは攻撃力6、耐久3。いかにも飛び出してきそうな草むら。これ以上の元気は避けておこう。ポケモンか？ポケモンなのか？ 3 回攻撃。はい。これ、じじい。ごめん。まさかの、フレンドリーファイアなのか。これ結構、広いんじゃない？攻撃範囲。広いね。いいね、いいね、いいね。はいはい。目の前にマス、横3マスみたいな感じか。ロックマイクゼみたいになってきた。これ初めて見んな、こいつ。ちょっと待って、武器変えるか。草いいや。じゃあ、前回手に入れた、旅人の剣、旅人の剣行こうか。これちょっと期待したいんだけど。えい。攻撃力そこまでない。けど耐久が結構いいね。29か。へぇ。はいはい。経験値もどんどん溜まってくれ。弱体。防御弱体の魔法。防御力落とされた。早めに倒したいな。ちょっと、これ使ってみっか。ライチの杖。行くぞ！クラッ！雷が放たれた。おお強い！なかなか耐久もいいね。雷神の力を宿した魔法の杖。振れば天からイカ土が舞い降りる。これさ、物理攻撃、やって、雷がさらに当たるような感じになってるけど。これ相手に直接当てなければさ、雷が降ってくるだけで、耐久値減らないんじゃない？あれ、ごめん。息子じゃなくて。ちょっと、とりあえず、一番強いの今んとこスコップなんだな。じゃあちょっと民家。ね。ピランカさんの家の威力をちょっと確かめよう。あ、でかっ。くらえ！ビッグバンインパクト。64！ 強い！民家やっぱ強いな。29。耐久6。赤の他人の住んでる家。武器にして怒られなきゃ不安だ。何も言われなかったけどね、盗んだ時点で。これなんか、住民から怒られたりするんかな？やった、レベルも上がった。そしたら、どうしよう。ちょっと今回運にしとこうかな。前回 HP 上げたんだけど、この減少確率ってのが、結構旨味なんかなと思って。100% から 94% にするだけでも結構違うかなと思うんですよ。なので、運アップ。いってきます。で、体力も回復するね、これで。よし。OK。ちなみにこの民家の攻撃範囲ってどのくらいあるの？でも意外とそこまで古いわけでもないんだ。草むらよりちょっと増えたぐらいか。なるほどね。こんなでかいのに。じゃあ武器変えよう。じゃあ民家。耐久が一番いいのは、剣なんかね。うん。攻撃力もそこそこで。で、まあ、厳しくなってきたら、この選択、スコップとか、この辺、杖とか民家とか使っていけばいいかな。で、まあ、草は、まあ、ぼちぼち、パンパンになる時に捨てたら、いいかなと思うんで。よーし、やっていこう。さあさあ、どっちに行けばいいんだろう、まず。
武器欲しいな。あ、そういえばこれ拾ってなかったな。これ使えるでしょ。体 OK。 はいはい、装備してみようか。図鑑ね、埋めていきたいね、どんどんね。おっちゃんは敵なの味方なのどっちなの。おっちゃんよ、攻撃できたけど、ビルドにいるやつは当たるのかな。はい、あ、強いね。耐久が低いけど叩くといい音が鳴る。ポン、ポンって。はいはい、いいですね。お金も手に入って、あー、なんもできないよね。あ、水汲みたりする。あ、ハスの池汲めた。見たことのない武器、武器。てっきり俺池の水を桶に入れたりできるんかなと思ってやってみたんだけど、池ごと持ってるの多分この感じだと。はい、やっぱり。なんなのその水はさ、落ちないの。なんなの、壁なの、絵画なの。じゃあ攻撃範囲だけちょっと見てみる。ああ、オッケーオッケー、草むらと同じか。ちなみにこの屍は拾えるの。拾えたー。死体を、ええー、武器にしちゃう、マジで。じゃあ前回取れなかったこの宝箱取っていくか。話す話す。あ、豪華の剣、強そう。ほう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 。ちょっとしまっとくね、とりあえず。はいはい。さすがに木とかは拾えないよね。ここら辺に生えてる木は。あ、拾えた。木も強そうだけどね。まあ、とりあえず池の威力をまず見てみたいな。この一つ目を叩いてみるか。寝てるし。えい !41、強い。池の水が氾濫を起こした。あ、強い、追加ダメージもある。耐久がでもやっぱ低いな。はいはい。ハスの歯が風情のある池。ハスの分、普通の池より威力が高い。ハスで変わるのか。ハスで変わっちゃうのか。へぇ、ハスってすごいんだな。水が発生。雷対策下げる。はい。あ、やつまだ生きてるね。ミス、あ、やった。回避確率上げたからかな。したら、しかばね。いけー、俺の屍を超えていけ。屍、ただの屍のようだ。話しかけても返事がない。知っとるわ、そんなの。即死 5%。おお、すごい。即死属性がついてる。あ、そんで、今持ったんですけど、空の宝箱もこれ、武器として使うんじゃない。あー、ちょっとなんか、クラゲさんみたいなのが、左下に来たな。こっちこっち。これ拾えんじゃない。宝箱。あ、やっぱり、できた。楽しいな、これ。もうすべてが武器だね。いろいろ、武器をチェンジしながら、敵を倒してるんだ。楽しい。ちなみにこの柱はさすがに無理か。ウェイコだから持てれる気がするんだけど。持てた。いやー、これ絶対強いだろ、柱。いや、つか、ウェイコ強すぎだろ、お前。武器いらないんじゃないの。普通に殴っただけでも相当ね、腕力だろ、お前、ウェイコ。やばいな。強化系能力者。はいはい。これはさっきのやつはちょっと違うんだね。武器今何個になった？結構入れ、パンパンになってきたと思う。16、パンパンだね。じゃ、草捨ててくか。ちょっと弱くて、能力がもう判明している武器はもう捨てとこう。よし、こんな感じで。とりあえずまあ、使えそうな武器は持っておこうという感じで。はい。左下のやつは木が邪魔で通れないのか。あいつ強いんかな。なんか水属性っぽい感じはするんだけど。じゃ、とりあえずこの辺倒していくか。えい、宝箱くらえ。ぶつけるほかない。あー、ちょっと微妙だね。耐久も低いね。はいはい。まあでもどんどん図鑑が埋まっていくのは強いな、こいつ。20か。なかなかやる。これだろう。
攻撃範囲は？おお、ロングソードか。いけ！ 49、強い。あー、耐久はやっぱり朽ちてるから、そこまで高くない。はいはい、防御力下げる。いいんじゃない？経験値もどんどん溜まってく。お金もどんどん溜まってく。どこに行けばいいんだろう。あ、人がいた。か、えい。木遁。木遁。お、これはワイドソードの範囲。縦散歩。え、弱くね？木弱いな。そこら辺に生息していた木。むやみな伐採による森林破壊が、あ、ごめんなさいね。ごめんなさい、ちょっと。ね、ちょっと出来心で。そうだな、木ちょっと微妙だね。森林環境破壊もちょっと心が痛むし、後で破棄しとこうか。ほら、これ。ね。これ。オゲイ。おぉ、また上がったレベル。どうしよう。じゃあ攻撃にしとこうか。無難に。まんべんなくやる。オッケー。ここに人がいるんだよな。ちょっと喋ってみたい。あ？なんだ今ピーンってなったけど。お金のエフェクトか。これ殴んないよね。喋るよね。ちゃんと。はい。キャンプは行くか。ここから眺める海は綺麗ね。ソロキャンプするにはぴったりの場所だわ。まあ、魔物はうちゃうちゃいるし、隣のはしゃいでる男はうるさいけど。なんで、このキャンプ。魔物もなんかそこでキャンプしてますけど、いいんですか？こっちにも、人がいる。こんにちは。チャラク。キャンプファイヤーだ、ワイワイ。ガキか。ガキか。そしたら、ここ行って、ここを一気に叩きたいな。この、二体。寝てる二体を一気に叩きたい。行く。武器手にする。行け。ハスの池で。あー、でもフレンドリーファイヤー食らわないから大丈夫か。大丈夫か。行け、ドリームソード。かっこいけ。わー、気持ちいい。プラス追悼。雷耐性下がる。あ、食らってる。あいつ食らっちゃってるけど。ごめんね。殺したらこれどうなっちゃうんだろう。いや、スコップ強いな。安定だな。オッケー。よし。じゃあこっちの人に喋る。あ、あれこれ敵になっちゃった。喋りたいんだけど。敵判定になっちゃったの？もしかして。そういう感じ？武器外したらどうなんだろう？許してくれたりするんかな？外す。あー、攻撃しかできない。あー、やっちまったか、これ。あー、じゃあちょっと、申し訳ない。殺していこう。スコップで。ちょっとごめんね。不本意だけど。こいつ強い。やばい。死ぬ。まずいな。意外とやる。しょうがない。薬草ちょっと使っていこうか。なるほどね、これ。もしかするとモンスターより強いやつが、一般人、多いのかな。安易に、下手に攻撃できないな。どうしよう。豪華使っちゃうか。豪華の剣。装備する。OK。で、範囲、ちゃんと見とかないとね。目の前、一マス、OK。くらえ！豪華の剣！どうなる ?43、プラス、炎、27。あ、強い !70 くらい食らった。あ、一番強いな、これ。攻撃範囲がちょっと狭いけど。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、21、29。炎の魔力を封じた魔法の剣、ひとたび触れれば、当たりが炎に包まれる。竜神ジャッカあー、時間来ちゃったかな、そろそろ。じゃあちょっと、この辺にしとこうか、今回。
ね、まあ、フィールド出てまだ全然わかんないことばっかなんだけど、まあこんな感じで武器集めて、売って、金貯めて、強くしていくって感じの繰り返しになるのかな、多分。はい、じゃあお疲れ様です。また次回もよろしくお願いします。それでは、失礼します。